こちらが A の薬ね。でこちらが B の薬。A は抗生物質が入って4回飲ませたいってやつね。まあ最低2回飲ませてください。はい、じゃあスタートしましたよね。こちらからに来てください。ちょっとでこちらから見とってください。でまあいろんな薬がお水で溶いてあるんでよく振ってくださいね。はい。ごめんね。でここ口閉じてていいです。ここから一滴入ってたでしょ。で飲んでますよね。でこれも一滴ここにポトッと落とす、塗るような感じで、そうすると浸透して中に入ってきますから。ただこれが薬がついてるとベタベタになっちゃうから、こうしといて飲んだ後にちょっと消毒したいですよね。だから消毒は2回だけど別に4回やっても全然構いませんので、セットで、セットって言ったらおかしいけど両方やってくださいね。であと、あ、じゃあもう一回こちらでどうぞ。この飲み薬は有効期限がありまして、今言った薬がお水で溶いてあるんで傷みますんで、必ず冷蔵庫、家帰ったらすぐ冷蔵庫で溶いてください。それで1週間、今日から1週間有効です。時々忘れちゃう、その辺に置いておくとダメになっちゃいますからね、忘れないようにしてくださいね。はい、じゃあこちらどうぞ。じゃあ受付で消毒、あ、で消毒薬のこと書かなかったね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいね。このピンクのやつね、ピンクの消毒薬ですけど、これはね、クロルヘキシジンって言います。で、クロルヘキシジン、まあ、刺激の少ない消毒薬で、要はまあ細菌とかカビを対応してくれますね。で、実を言うとこの今私原液っていうかこれでやったんだけど、10倍に希釈しても効きますわ多分、うん、でもまあそのままでやってみてください。だからこれが例えばね、1000倍か1万倍まで希釈されてたら口の中も消毒できるですね。で、まあ、太ももはそう手術しませんけど、手術するとき経過って洗って消毒するじゃないですか。そういうときにこれとそれからアルコールを使って消毒して手術します。それでまあ術野を滅菌するという、はい、だから結構消毒効果は高いし、それから残留するポピドン用途で聞いたことある、イソジンって聞いたことある、うがい薬でありますね。であれの消毒薬がポピドン用途というので、はい、昔はあっちが主流だったんですよ、はい。であれも同じように効果はあるんだけど、長い時間効いてるのはどっちかってデータ取ったらこっちは長く効くと、それで最近はピンピドン用途よりもこちらをクロベキシンをよく使ってますね。だからこの消毒薬とじゃあこの飲み薬ね、で健康チェック表をお渡ししましたから、はい、じゃあそれで観察しながら、じゃあまあ来てもらえるなら明日、あの木曜日に1回見してください。でその健康チェック表は、うん、しっかりかけれなくても大丈夫ですから持ってきてくださいね。はい、わかりました。はい、じゃあすみません。はい、ありがとうございます。はい、すみません、お願いします。